京和町の淀川小学校では21年前の開校以来、毎年全校児童で鍋っこを行っています。全校児童は63人、縦割りのグループに分かれてグループオリジナルの味作りに挑戦です。これやばい、いいんじゃねえの。豚汁あり、キムチ鍋あり、グループを回って味見して歩く先生の顔も思わずほころびます。わざとらしい。おいしい。カメラ目線こっちですか。照れるな。おいしい。おいしい。食べ終わった後の鍋はご覧の通り、中には8杯もおかわりした男の子もいたということです。